こんにちは。シスコでエンジニアをしております。ミノーラです。今回は VMWare の ESXI 上にアイスの仮想アプライアンスを展開する方法を紹介します。アイスは物理アプライアンス、仮想アプライアンス、クラウド版の3種類存在します。この中で 準備が一番簡単なのが仮想アプライアンスで仮想アプライアンスには90日の評価ライセンスもついているので皆様もアイスを勉強したい場合は仮想アプライアンスを使うことをお勧めしますではここから実際にアイスの仮想アプライアンスを 展開してみます。まず、事前に Cisco の公式サイトなどからアイスの o v a ファイルを入手してください。今回は、現時点での最新バージョンであるバージョン3.2を使用します。では、まずはじめにクリエ a ト レジスター VM をクリックします。今回は OVA ファイルを使用するので、デプロイやバーチャルマシン、フロームアン o v f オア OVA ファイルを選択し、NEXT をクリックします。次にアイスの仮想マシン用の名前を入力します。 そして、事前に入手しておいたアイスの OVA ファイルを選択し、NEXT をクリックします。次に、仮想マシンを展開するストレージを選択し、NEXT をクリックします。次に、ネットワークマッピングにアイスの VNIC を収容する ポーートグループを指定します。次に、デプロイメントタイプを指定します。デフォルトでは、VCPU が4個のエバリュエーションが選択されていますが、VCPU が8個以上ないと動かない機能もあるので、デプロイメントタイプを PSN ライトに変更し、NEXT を クリックします。最後に展開内容を確認し、フィニッシュをクリックします。すると、アイスの OVA ファイルの展開が開始されるので、完了するまで待機します。OVA ファイルの展開完了後、アイスが起動してくるので、 アイスにコンソール接続します。アイスの初期セットアップを開始するために、セットアップと入力します。次に、アイスのホスト名、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。今回、 アイスには IPV6 アドレスは設定しないため N を入力します。次にアイスのドメイン名と名前解決の際に問い合わせる DNS サーバーの IP アドレスを入力します。今回アイスには1台の DNS サーバーのみ設定するため n を入力します。次に、ICE が時刻同期する際に使用する NTP サーバーの IP アドレスを入力します。今回、ICE には1台の NTP サーバーのみ設定するため、n を入力します。次に、 アイスのタイムゾーンを指定します。今回はデフォルト値の UTC をそのまま使用します。次にアイスへの SSH 経由のアクセスを許可するために Y を入力します。次にアイスにログインする際に使用する管理者の ユーザー名とパスワードを指定します。これらの設定が完了すると、今設定した値が ICE に適用され、初期セットアップが進んでいきます。初期セットアップが完了すると、ログイン画面が表示されるので、先ほど設定したユーザー名とパスワードを入力し、 ログインできるか確認します。ログイン成功後、小アプリケーションステータスアイスコマンドを実行します。この中の上から3番目のアプリケーションサーバーが起動すれば、アイスの GUI にアクセスできるようになります。しばらく待機してから、再度、 小アプリケーションステータスアイスコマンドを実行するとアプリケーションサーバーの起動が完了していることが確認できます。では、ウェブブラウザを起動し先ほど設定したアイスの IP アドレスにアクセスするとこのようなログインページが表示されるのでユーザー名と パスワードを入力し、ログインをクリックします。初回ログイン後、シスコ .com ID の入力が求められますが、無視するために、p r o v i d e タ a t e r をチェックし、NEXT をクリックします。次に、ライセンスの警告が表示されるので、Accept&Close を クリックします。これでやっとアイスの様々な機能を動かすことができます。最後、まとめになります。アイスの仮想アプライアンスには90日の評価ライセンスがついてますので、アイスを勉強する際は、ぜひ仮想アプライアンスを 使ってみてはいかがでしょうか次回はアイスの基本的なコンポーネントを解説しますので、興味のある方はチャンネル登録のほどよろしくお願いします。